1837年10月某日、こうしてモンテクリスト伯爵によるもう一つの復讐は幕を開けた。ファリア神父を陥れたという3名の男、三賢人、残る2人へと復讐の牙を突き立てるため、伯爵はローマへと京を移すのだった。コンチェッタ、そこにいるな。はい。せっかくのオペラだ。ガルニエ宮とまではいかんが、お前も楽しめ。はい。いいえ、伯爵。私はあなたの従者。おそばに控えるのみです。従者がシェイクスピアを楽しんではならんという道理はなかろうさ。おたわむれを。歌は嫌いか？いいえ。そうだな。お前はよく笑い、よく歌う娘だった。昔の話です。枢機卿とのパイプをつなげ。はい。手段は問わぬ。いつも通り裏の、いや、そうだな。なるべく目立つ方法が良い。一年につき数百万フランを自由に扱うモンテクリスト伯爵が、かの枢機卿閣下とお会いしたがっている。とな。お名前を表に出してもよろしいのですか？構わん。パリでの活動の布石にもなる。そろそろ、船乗りシンドバッド以外の名も高めておく。何より、三賢人の一人たる枢機卿は、権力欲たくましい人物だ。釣り上げると。金はあればあるだけ欲しかろう。ではそのように。ジョバンニに申し付けてトムスン&フレンチ商会を使います。ああ、コンチェッタ。はい。お前は思っているのだろう、なぜ俺が本来の復讐を優先しないのかと。いいえ、それは。耐えろ、コンチェッタ。俺の、そしてお前とお前のいとこジョバンニ・ベルトッチョの復讐はまだ先なのだ。俺は、なすべきことをなさねばならん。モレル氏の家族を救った時のように、ですね。そうだ。完全なる一匹の復讐鬼と化すために。ファリア神父の無念を晴らすのも、その一環なのだ。はい。どうか、ご無理はなされませんよ。未だあなたの傷は癒えていません。傷など、刀傷も火傷も完治には程遠いものです。案ずるな、痛みはない。